5月10日金曜日、時刻は22時を回りました。ウェザーニュースライブムーン、この時間も引き続き時田瑞希がお送りしていきます。よろしくお願いします。さて、春の運動会シーズンが到来しまして、明日は土曜日ということでね、運動会が行われる地域も実際にあるみたいなんですが、それにちなんで今日は1分間で何回飛べる二重跳びチャレンジに挑戦します。私小学生時代福井で過ごしていたんですけれども、実は皆様ご存知かわからないんですが、福井県って運動神経がいい子が多いんですよ。結果が出ていてこんな感じ。2023年の全国体力テスト上位5県、小学5年生のものなんですが、男子女子ともに体力テストトップ福井県なんですよ。すごい。もう誇りですよね、これは。福井県の私、1年生から6年生まで完全に福井県でずっと小学生過ごしていたんですけれども、周り確かに運動神経多い子が多かったですね。たくさんみんな飛び箱も何十段あるのかっていうのはわからないぐらいのものパンって余裕で飛んだりとか、あとボール投げもうまかったり、体も柔らかい子が多かった気がしますね。あ、北陸確かに強いですよね。2位が石川県、3位石川県、エリア制あるのかな。福井県はね、この子どもの運動に力も入れているということで、学力も高いっていうデータもあるみたいですよね。私は福井県で過ごしていた小学生時代は、冬場はずっと廊下で縄跳びをしていたんですよ。縄跳び文化が福井は盛んで、その外に出て雪が積もっている間とかはね、遊べない分室内で縄跳びをして、こう運動をする、体を動かすっていうのをしておりました。さあ、そこまでして運動しようと思うのがすごいですよね。だからかな、雪が積もっていて雨が降っていたりとかしたら、もう運動諦めようってなっちゃいがちですけれども、福井県はじゃあ中でできるじゃないかっていう、じゃあ廊下が使えるじゃないかっていう、その発想がこの結果につながっているのかもしれないですね。そして私、小学生6年間ずっと縄跳びしていたので、皆様に縄跳びのコツ3つお伝えしたいと思います。これで飛べなかったらどうしよう。これで2回とかしか飛べなかったらどんなお笑いって感じですよね。まず一つ目から見ていきますよ。こちら、縄の長さを合わせる。これはもう基本中の基本だと思うんですけれども、私も実際今マイ縄跳び持っていて、これ実は小学生時代使ってた縄跳びと全く一緒なんですよ。身長がさすがに伸びたので新しく買い直したんですけど、アシックスの縄跳びかな、これ飛びやすかったんですよね。で、長さなんですけれども、だいたいこの片足で縄を踏んで、こうやって持ち上げた時に胸から腰あたりに位置するぐらいの長さがちょうどいいっていう風になっていますね。初心者の方は長めで、だんだんと上達してきたら短めに持って飛ぶっていうのもいいんじゃないかなと思います。私はまあだいたい中間ぐらいかな。あ、福井の方からしてましたってコメントいただきましたね。もう福井校に恥をかかせるわけにはいかないですからね。私は何としてでも飛ばないと。では
ポイント2つ目確認していきましょう。2つ目はこちら、縄を怖がらない。そう、あの縄跳びあんまり慣れていない方とかだと、この縄を飛んで当たるのが怖いっていう方が多いんですよね。でも当たっても意外と痛くないんですよ。もうそんなにね、柔らかい素材でできているので、もしかしたら太い縄とかだと痛かったりするのかもしれないですけど、こういうこのビニール製の縄だとそんなに痛くないので大丈夫、もう当たってもいいやくらいの気持ちでやると体がこう硬くならずにうまく飛べるんじゃないかなと思います。でもあの他の人が飛んでいる時に当たっちゃったりすると結構痛かったりするんですよ、パチンってなので周りには気をつけて、飛んでいる人の近くには寄らないのが一番いいかなと思います。そしてポイント3つ目がこちら、晴れでも雨でも飛んでみるもう福井県民の志ですよねこれは縄跳びって意外とお天気関係なく楽しめるスポーツなんですよね。晴れていれば公園でもどこでもチャレンジできますし、雨だったら例えば学校だったら廊下、まあでも福井じゃなかったら怒られるのかなちょっとエリアによるかもしれないですよね。でも福井でも飛ぶらしいですよって言ったら先生も納得してくれるかもしれませんあとは屋根があればどこでも飛ぶことができるので、このスタジオでも特別に許可をいただいて飛んでいいっていう風に言っていただいたんですけれども、ある程度縄が当たらないくらいの高さのところだったら、こんな感じで飛ぶことができます。あ、画角が結構ね、縦幅がいりますね。はい、こんな感じですハードル上げないです、上げないでください、福井を背負ってますとか福井背負えない私調子どうなんですかね。でも言っても福井に行ったの10年以上前なので、ちょっとね、しかもこんなに全世界の方に見られながらこのマイクとイヤホンつけながら飛んだことはないので、ちょっと怖いですね同級生ぐらいにしか見られたことないのでドキドキしているんですけれども、まあ、こんな風に縄跳びの参加状もお伝えさせていただいて、晴れている日も雨の日もぜひ皆さん縄跳び挑戦していただけると嬉しいなと思います。そして今日は皆様にアンケートをお伺いしておりました。時田は1分間に20跳び連続何回文字数の関係でこんな感じになっているんですけれども、時田呼び1回以上、これは1回から10回、赤が11回から30回、緑が31回から99回、黄色が100回以上となっています。100回以上1分間でできたら私多分その道で生きていった方がいいんじゃないかなと思うぐらいなんですけれども、皆様の回答結果見ていきましょうか。たくさん集計、たくさん投票いただいているということで見ていきます。お、あ、よかった、これで100回以上が一番多かったらどうしようと思いました一番多いのがこちら赤色で11回以上276票、次が31回以上ですね。で、僅差で1回以上、これも結構多い皆さん優しい、もうハードルを低く低くしてくださっている、もう66名の方は怖いです私背負ってるものが大きいな。確かに100回超えたらそういう、なんでしょう、
全国縄跳び連盟みたいな方から連絡来るかもしれないですね。うちで働きませんかって。世界を目指しましょうって来るかもしれませんね。じゃあこんな風に皆様にもアンケートで回答いただいていたということで、リアルタイムでその目で見届けていただければと思います。結果どうなるんでしょうか。あ、こんな画角で上も見ながらね、この辺かな。場所を確認して、あ、左上がカウントダウンで1分間を測ります。あの54321でカウントダウンしてスタートで、これが回数、二重跳びの回数です。あ、最高記録だけ数えるんですね。あ、緊張してきた。私もう今日パンツ、フレアパンツだったんですけど、引っかからないようにテープで留めました。私服なので全然いいんですけど。いきますか。あ、怖い。はい、カウントダウンスタート。もう一回。あ、この、あ、このままいけるんですか。そういうこと。あ、ちょっと待って、やばいやばいやばい。あ、ダメだ。ちょっと息整えますね。こんなもんじゃない、絶対いける。いきます。あー、キューだ。やばい、もうちょっといける。体力が。何事もなかったかのように。失礼しました。泣きのもう一回お願いします。あ、まだ時間大丈夫ですか。よかった。あ、じゃあポイントからおさらいしますか。こんな私に言われても説得力ないんじゃないですか。でもね、縄の長さもう一回確認しましょうか。こんな風に足で、片足で踏んで、胸から腰ぐらいの高さに持ち手が来るぐらいがちょうどいいっていう風に言われています。なので長さはちょうどいいくらいですね。問題ないね。縄怖がらない。そう、私ちょっと怖がってたのかな。でもあのスタジオの高さとかもあるんですよね。ちょっと怖がってたかもしれない。よくない、もう怖がらない、大
丈夫6400に満たる、そんなこと言わないでナワは友達ベストフレンド。そして3つ目、晴れでも雨でも飛んでみる。今日は晴れですけれども、もし雨が降っていてもこんな風に室内でも飛ぶことができるので、ぜひ皆さんもね、この暑すぎず寒すぎずの時期、縄跳び飛んでみてください。ということで、もう一回チャレンジしてもいいですかもう10回以上は行きたいですよね。もうさっき9回だったので大丈夫かな、入念に確認してあ、みんな応援してくださってる、優しいよし、行きます。じゃあカウントしていただきますね。4、3。ちょっと待って、マイクがあー、マイクが取れちゃった。よし、一旦マイクつけて失礼しましたマイクもね大事なのでね、大丈夫かな。カウントを戻していただいています今やっぱり初めての試みなので、まだ改善点がありそうですね、いろいろもう一回1からいきましょうか。二重跳びチャレンジ参りたいと思います。4、3、2。あ、ごめんなさい、ちょっと待って、まだいける、まだいける。あ、マイクがちょっと調子が悪いですね。ポッケに入れたら大丈夫かな。よし、いきますね。はい、あ、12回、もう一回、もう一回、もっといけそう。皆さんがすごい応援してくださってる頑張るぞということで、結果12回となりましたすがいないですが、でも10回は超えられた皆さんのあのアンケート結果ドンピシャじゃないですか。で、今日の結果だと10回以上が一番回答多かったんですよね。そういやー、私小学生の頃はね50回ぐらい行けたんですけど、やっぱり十何年のブランクは大きかったですね感動したそんなにですかいやでもよかった、10回以上できてありがとうございました皆さんもぜひ縄跳びチャレンジしてみてください。はい、皆様ご覧いただきありがとうございました。ご参加いただいて、盛り上げていただいて楽しかったですねこの2年以上キャスターをやっていて一番汗をかきました暑いいやでも今回この企画初めてのチャレンジだったんですけれども、まだこのマイクだったりとか
あとスタジオの天井とか、その改善点もありそうなので、次挑戦したらもっと記録伸ばせるんじゃないかなと思います。皆さんもう温かい全米が泣いた。本当ですか？米まで届いてた。頑張ってるのは伝わりましたよね。でもいや、でもやっぱり楽しいですね。ちょっと慣れてきたら記録も伸びてきたので、またスポーツの日とか10月ですけれども、他のキャスターさんも巻き込んでできたらいいななんて思っています。でもずるいかな、私得意なので。でも他にも運動神経いいキャスターさんいらっしゃいますしね。またね、いろんな企画で番組が盛り上がったらいいなと思っております。そして今日は皆様にですね、振り返りアンケートでこんなことをお伺いしておりました。20回私何回飛べるでしょうかというものだったんですが、コメントまだご紹介していなかったので見ていきたいと思います。11回以上、15から20は行くかなと予想しています。あ、なんだか競馬みたいな。第一予想16、17、15、20って感じでしょうか。いや、惜しくもね、15、10、12回だったので届かなかったですね。でも次はいける気がします。そう、インターバル中ちょっとやったんですけど、その時軽快でしたよね。やっぱ体力がなくなっていくのかな。意外とジャンプって何でしょう、体力が失われていきますもんね。最初の1回目リハーサルしない方がいいのかな、インターバル中とかに。体力の温存に努めた方がいいのかもしれません。続いて見ていきましょう。11回以上と回答しましたが、100回できたら免除でいいんじゃね。ラーメン禁止免停。ちなみに私20跳びできません。幅跳び6メートルも跳べるのになぜじゃーといただいています。幅跳び6メートルすごい。20跳びって確かに意外と一発でできる人ってほとんどいないですよね。こう練習していってできるようになるイメージがあるので、この機会に20跳びマスター一緒に目指しませんか。できるようになったら楽しいんですよ。手首だけを回すのがコツですね。腕全体を動かしちゃうとなかなか早く動かせないので、こんな感じかな。では続いてご紹介していきましょうか。みーちゃんならやってくれる。心苦しい。これ見る順番間違えましたね。先に見ればよかった。50回はいけそう。ラーメン食べてないから100回は無理そう。怪我しないように頑張れといただいています。あ、確かに怪我はしなくて無事終わることができましたね。あ、うさぎさん、私の名前文字うさぎさんですけど、うさぎってジャンプ得意ですよね。あ、そういう意味でもいいのかもしれない、縄跳び企画。私に合ってるのかもしれない。毎日跳びのプロの様子を見てるので、家にうさぎさんがいて軽快な跳び見てるので、それ見て勉強してまたチャレンジしようかな。ということで、皆様コメントもたくさんいただきありがとうございました。あたぎさんも見守ってくれているんでしょうかね。この後は番組を22時30分に再開します。